新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO は、持続可能な社会の実現に向けて革新的な技術開発や実証を進めています。つながる新しい社会と未来、社会に実装される NEDO の IoT 技術をご紹介します。進化型低消費電力 AIHLSI の研究開発。 IoT 社会の到来によりデータ量が爆発的に増加する中、それらのデータの高度な利活用を促進するためには、従来のクラウドサーバーでの処理だけではなく、ネットワークの端末側において低消費電力で高度な情報処理を行うエッジコンピューティング技術の確立が求められています。しかしエッジデバイス上での AI 画像認識処理は処理負荷が重く、現在主流となっている汎用 CPU や GPU による処理において消費電力やコスト、リアルタイム性が課題となっています。 NEDO と株式会社ソシオネクスト、アーキテック株式会社、株式会社トヨタ自動織機は、こうしたエッジデバイス処理の課題を解決するため、AI 認識処理を高精度かつ低電力で行うハイブリッド量子化ディープニューラルネットワーク技術、各種画像処理を高速に並列実行可能な進化型仮想エンジンアーキテクチャ技術 AIPE、 および AIPE 上で並列して動作可能なリアルタイムスラム処理ライブラリを開発しました。これらの技術を取り入れた進化型低消費電力 AIHLSI を試作して評価した結果、 AI 認識処理と画像処理において汎用 GPU と比較し、それぞれ10倍以上の電力効率化に成功しました。自立走行台車のリアルタイムスラムの自己位置推定処理においては、汎用 CPU と比較して20分の1という処理時間の短縮を達成しました。これらの技術により、エッジにおける AI 画像認識処理において低消費電力化と低コスト化、リアルタイム性の両立を可能にしました。トヨタ自動織機は試作した AIHLSI を搭載した車載 ECU を開発し、 AIPE 上で並列動作するリアルタイムスラムライブラリを実装、高速動作する自立モバイルロボットの高精度な自己位置推定を実現しました。開発した ECU を搭載した動作評価中の自立モバイルロボット AirT の動画をお見せします。高精度の自己位置推定により、狭いところも自由にすり抜けることができます。常に正確に自己位置を把握しているので、どこからでも出荷場に自動走行できます。AIHLSI を適用することで、低消費電力、低遅延、低コストの要件を満たすエッジコンピューティングシステムの構築が可能となり、物流ロボットや自立走行台車などによって生産性向上を実現し、労働力不足を解決します。店舗監視システムに適用することで、万引き防止や顧客動線の解析が可能に、さらには介護現場での24時間見守りといった超高齢化社会における人手不足問題や、自動運転インフラシステムのサポートなど、来たるソサイティ 5.0 の実現に貢献します。進化型低消費電力 AIHLSI の研究開発。本件技術に関するお問い合わせ先はこちらです。 NEDO は革新的な技術の開発や実証を行い、成果の社会実装を促進するイノベーションアクセラレーターとして、社会課題の解決を目指します。 NEDO